はい、そしていよいよラストの質問になりました。飛鳥先生愛子様いつも楽しく拝聴させていただいております。除腹イコールモノノベシ、うん、イコールにぎはやひ、うん、イコール旧約聖書。はい、そしてはたし（括弧はた川勝）うん、イコールトライシンイコール新新約聖書です。 イコール新約聖書、うん、そして国譲りがあったと理解させていただいておりますが 2>,、うん、2つの権力の間に位置する蘇我氏の出自は何なのでしょうかよろししくお願いいたします、うん、<laughs> あのね、はい、もう僕こういう例の時いつも大体言うんだけど蘇我の馬子は結構有名じゃないですか、はいね、あれ漢字四文字ですけど漢文読みすると「うん ね、我はよみがえり馬小屋の子ですからね <laughs> だからこれはバリバリのレビですでレビっていうのは旧約聖書の時代にも新約聖書の時代にももっと言えばモノロベシの時代にも逃げ早い日の横についてたし卑弥呼にもちゃんと兄がついてたうん 何を言ってるかというとこれね宿根のことなんですよ。すね、で物の部の方の宿根は大和の宿根神武系の宿根のことは竹内の宿根。宿根ってもともと宿営とか幕って意味なんであれはレビル族のことです。 でもっと言うとこの神社にちゃんとスクネの像があるんですが亀に乗っかってます漆嶋太郎ですよまるでで神武を呼び寄せたのは、うんはい、結果的に言うとこの神社です国難国が攻め込んできたそれでカラスとカラスが相ま、はい、って、うん そして大和の宿根から神武の竹内の宿根伝達が行く、はい、そして一気に九州上陸そのまま一気に統制、はい、そして長曽根彦まあぶっちゃけ大変するとまあこの長曽根彦の由来はちょっといろいろあるんだけれどまあ古史古典を見る限りはやつは東日本に逃げ帰ったと。 となってくると